はい、はい、どうも、チョブリです。ということで、今日はですね、指名契約権おすすめ選手ランキングということでやっていきたいと思います。いや、ついね、指名契約権が今月も更新されましたということで、恒例のね、指名契約権おすすめ選手ランキングの方をやっていきたいと思うんですけれども、今日からまた27日間ですかね、右の方バーっていくと、はい、こんな感じで残り27日と16時間ということで、今回も2つの指名契約権がやってまいりましたね。実はこちらのゴールデンボーイズということで、ワールドカップに出場しているチームの若手の選手ですかね、が登場していると。で、こちらはブラジルリーグの方から選手たちが登場していますと、ということで今回ねこちらの2つからね選手を無料で指名契約権で獲得することができます。はい、ちなみにねちょっとやっていく前に指名契約権どうやって獲得するんって方もねまあ始めたての方とかはね、いると思うのでちょっと確認していくとこんな感じでね、まあ、レギュラーは一番上はねこう誰でも獲得できるんですけどこのバリューとプレミアムはねこれ課金要素になるんですけど、まあ、レギュラーの方無料でも、こんな感じで試合数をこなすことによって1試合こなしたら指名契約権のホスさんがもらえますみたいな5試合でもう1枚もらえますみたいな感じで10試合で4と変わっていくと15試合すればね誰でも指名契約権欲しい子までもらえますということでまあ誰でもね無料で獲得することができます。こんな感じでね右上の方にも指名契約権自分が所持している数が書いてるわけなんですけども正直ねあのマッチパス全部買ったらね結構もらえてかなり余るんで、まあ、課金してる方はねバンバン獲得してった方が個人的にはいいんじゃないかなと思いますね。で今回なんですけど結構個人的には前回の指名契約権よりもまあラインナップいいんじゃないかなと思ってます。今回ご紹介する1位から5位の選手に関してはまあかなり有能な選手なのかなと思いますのでよければ参考にしていただければなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでまず5位はこちらティンベルですね。オランダからティンベルが登場というわけなんですけれども、この選手結構有能かなと思います。まあ、なんで有能かっていうとこの右サイドバックができる点ですね、これが一番のポイントかなと思います。身長は179センチでオーバーラップということで、正直センターバックだと微妙かなと思うんですけれども右サイドバックとして、守備的な右サイドバックとしてかなり有能なんじゃないかなと思います。レベルが21でまで上がる中でタレントポイントがね、まあ、40ポイント触れるわけなんですけれども、まあ、守備の能力も全体的に70乗っかっていて、アグレッシブネスに関しては、78乗っかっているということで、ここもね、12上げれば90いくかなと思いますし、スピードも81、瞬発力も79ということで、結構高めになってますよね。まあ、スタミナがちょっと低めになるんで、脚力上げてあげた方がいいんじゃないかなと思います。で、スキルを見ていっても、ワンタッチパスとか、インターセプト、ブロッカー、スライディングタックル、アクロバティッククリアとかね、ワンタッチパス持ってるの個人的にでかいんじゃないかなと思いますね。このセンターバック登録の選手で、あと右サイドバックでワンタッチパス持ってる選手ってあんまりないのかなというふうに思うので、まあ、ディフェンス系のスキルだとインターセプトブロッカースライディングタックル持ってますし、ワンタッチパスを持っているということでこれ結構ね貴重なんじゃないかなと思います。逆足の頻度が高い精度が高い波小さいということで逆足が使えるのもかなりいいポイントかなと思いますね。まあ最初にも言ったんですけどセンターバックだとね若干身長が低めで、まあ、ディフェンス能力もねめちゃくちゃ高いわけじゃないのでまあどうなのかなっていう感じなんですけれども右サイドバックとしてはねかなり優秀なのかなというふうに思いますのでこの選手しかも指名契約権星4で獲得することができるんでね間違いなくおすすめだと思います。ということでティンベルでした。続いて4位見ていきます。はい、ということで4位はこちらブカヨサカですね。4位に選ばせていただきました。イングランドからサカが登場というわけなんですけれどもいやこの間週刊 FP で登場したんですけど、指名契約権の方でも出てきましたね。まあ、なんだかんだ結構使用感がいい選手なんで当たりなんじゃないかなと思います。で、まあ、ウイングストライカーでレベルが23レベルまで上がるわけなんですけれどもこのできるポジションがですね、サイドバックとサイドハーフとウイングができますということで、まあ、このねできるポジションがサイドだけなのがね、まあ、ちょっと残念なポイントではあるんですけれども、まあ、サイドハーフを使った戦術フォーメーションを使っている方からすると、まあ、かなりいいんじゃないかなと思います。最近だと結構ねクロスゲーとか言われていて、まあ、サイドを使うフォーメーションを使う方ねかなり増えているんで、まあ、そういった面ではねこの差がいいのかもしれないですね。でレベルが23レベルまで上がるということでタレントポイントがね44ポイントも触れるわけなんですけれども、まあ、全体的にかなり高い能力値してますね。で初期能力値でドリブルが80乗っかっていて瞬発力85ということでこれはねもう確率に90いくと思いますし、その他の数値もねドリブル数値とか79ですね、ボールコントロールドリブルが80、ボールキープが76ということでこれもかなり高い数値を誇ってるんで、まあ全体的に80乗っかってくる数値がかなり多いんじゃないかなと思います。スピードもね初期能力値79ありますね。でスキルを見ててもルーレット持っていて、あとリブル系のスキル多めですね。あとワンパンを持ってて、まあ、チェイシングとかも持ってますということで、本当はねピンポイントクロスとか持っていたら嬉しいなーっていうところなんですけれども、まあドリブル系のスキルは多めになってますね。まあ、シュート系のスキルはそこまで多いわけではないので、個人的にはウイングよりかはやっぱりサイドハーフとかで使ってあげるといいんじゃないかなと思います。まあ両サイドハーフどちらでもいいと思いますね。まあ、左サイドバックってなるとさすがにディフェン
フェンス能力低すぎるかなというところでサイドハーフがいいんじゃないかなと思います。この逆足頻度が高い、精度が高い、波小さいということで逆足も使えるんでね、右サイド左サイドどちらで使ってあげてもいいんじゃないかなと思います。まあ僕週刊 F のサッカー持っていて使ってるんですけれども、まあ普通にサイドの選手としてはかなり有能選手だと思いますので、まあ使用感もいいですし、そういった選手がこの無料で獲得できるというのはね、かなり大きいんじゃないかなと思います。ということで4位がサカでした。続いて3位見ていきます。はい、ということで3位はこちらウィリアムサリバということで、フランスからサリバが登場なわけなんですけれども、この選手もセンターバックで結構強いんじゃないかなと私は思ってます。プレイスタイルがビルドアップということで、レベルが20レベルまで上がるんで、タレントポイントが38ポイント触れるんですけれども、ディフェンス演出初期から高すぎない、これ84ってことで、まあ、90乗っかってくるのは確率かなと思うんですけれども、ボールダッシュが78あって、アグレッシブネスも75までありますってことで、これも結構高めですよね。まあ守備意識が70ってことは少し低めになるんですけれども、まあそんなに個人的に守備意識が気にならないのかなと思いますね。スピードも70、瞬発力も66ということで、まあここから上げていってあげればね、そこまで遅くないのかなというふうに思いますし、フィジカルも元々79あるんで、ここも80乗っかってくるということで、まあ無料で獲得できるセンターバックとしてはかなり有能なんじゃないかなと思います。身長は193センチあるってことで、まあ指令もそこそこ強いのかなというふうに思いますので、まあ、かなり優秀なセンターバックなんじゃないかなと思います。この選手も本当は右サイドバックとかできたらね、面白かったですね。で、スキルを見ていっても、ヘッダーバックスピンロブ、マンマークインターセプト、ブロッカーエバトル、アクロバティッククリアということで、まあスキルもね、かなり優秀なのかなというふうに思うので、ここに関しても心配ないんじゃないかなと思います。逆足の頻度が普通、精度が普通、波普通ということで、これ波普通なのがね、まあセンターバックで残念なポイントではあるんですけれども、まあ無料でね、このレベルのセンターバックを獲得できるのはかなり大きいのかなというふうに思うので選ばせていただきました。個人的なスキルもかなり優秀で、ディフェンス能力も高くて、身長も193センチあるということで、まあ特に無課金、美課金の方はね、まあ、獲得してもいい選手なんじゃないかなと思います。ということで3位がサリバでした。続いて2位見ていきます。はい、ということで2位はこちらグバルディオルということで、いや、この間この選手もね、週刊 F で登場してきたんですけれども、今回も登場ということで選ばせていただきました。このグバルディオルね、結構強いと思います。プレイスタイルがビルドアップでレベルが27レベルまで上がるわけなんですけれども、できるポジションがセンターバックと左サイドバックということで、この選手もね、インベル同様にセンターバックよりかはサイドバックでかなり輝くんじゃないかなと個人的には思ってます。この間洗ったね、週刊 FP のグバルディもね、僕持ってるんですけど、センターバックでもやっぱりサイドバックはね、いいんじゃないかなっていう感じはしてますね。で、この能力値見ていくと、8乗っかってる数値が守備意識とジャンプとフィジカルコンタクトということで、ディフェンス系の能力もね、ボールダッシュ77あって、アグレッシブネスが77あって、まあ、ディフェンスセンスは若干低めなんですけれども、まあ、ここに関してもね、結構高めだと思いますし、パス能力も結構高いですね。グランダーパスが74、フライパスが72ということで、センターバック登録の選手にしてはかなり高めだと思います。スピードも77、瞬発も70ということで、足もね、ディフェンスの選手にしては高いですし、フィジカルもありますってことで、いや、これは結構というか、だいぶ優秀なセンターバック、サイドバックなんじゃないかなと思います。こっから育成してたらね、スピードも速くなって、ディフェンス能力もかなりね、高くなると思いますし、スキル見ててもね、ヘッダーバックスピード、そしてピンクロ持ってて、ロングスロー、マンマーク、インターセプト、ブロックアイバトル、アクロバティックや闘争心ということで、スキル全部埋まっていて、マジでめっちゃ優秀ですよね。まあ、ディフェンス系のスキルはもちろん優秀なんですけど、サイドバックとしてもね、ピンポイントクロス持ってますし、まあ、先ほどご紹介したパス能力値も結構高いということで、まあ、かなりいい選手なんじゃないかなと思います。逆足の頻度が普通、精度が高い、波小さいということで、ここも波小さいなんでいいかなと思いますね。まあ、個人的にはこの間週刊 FP でグバルディオル当たなかった方はこの選手獲得した方がいいんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりね、センターバックサイドバックできるのは貴重ですし、能力も高くてスキルも優秀ということで、この選手を無料で獲得できるのはかなり激アツなんじゃないかなと思いますね。ということで2位がグバルディオルでした。続いて1位見ていきます。はい、ということで1位はこちらアラスカエタですね。1位に選ばせていただきました。いや、この選手もこの間週刊できたばっかやんっていうね、感じなんですけど、僕もこの間ね、週刊でアラスカエタ洗ったんでちょっと残念ではあるんですけれども、まあ、能力値見ていくと前回の週刊のアラスカエタではちょっと低めになってますね。まあ、少し下がってはいるんですけれども、まあ強いよねっていうところと、プレイスタイルがチャンスメーカーになってますということで、結構今作ね、2列目からの飛び出しよりもチャンスメーカーが好きって方もね、いらっしゃるんで、そういったところではこのチャンスメーカーに変わったっていうのもね、一つポイントなのかなと思います。こっちのね、週刊 FP の方は、このレベルがね、育成できないんですけれども、元々の能力値これめちゃくちゃ高いですね。この左側、オフェンスの能力値、まあ、ヘディング以外全部8乗っかっていますってことで、まあ、アラスカエタは僕ね、本当にずっとおすすめしてるんで、
使用感がいいのは間違いないんですけれども、まあ、皆さんご存知の通りね、しっかりスーパーサブ持ってますということで、いやー無料でアラスカイタをコロナ6地でスーパーサブで獲得できるというのはね、めちゃくちゃ大きいと思います。まあ、スタンダードのアラスカイタでもね強化されていますし、スーパーサブ以外の6地見ていってもね、ピンポイントクロスとかスルーパスとか、あとミドルシュート、アクロバティックシュート、そしてダブルタッチを持ってるんで、まあ間違いなくめちゃくちゃ強いと思いますね。まあ、スピードもね78、瞬発も82ということでそこそこありますし、ボディコンも86ということで、これは使用感がねいいの間違いないと思います。そしてスタミナが76ということで、こう低めになるんですけど、まあスーパーサブということで後半とかね、あと60分ぐらいから使うことが多いのかなと思うので、ここはね気にしなくていいんじゃないかなと思います。逆足もね頻度高い、精度高いということで逆足も使えますし、波も小さいということで、この C 環境でもやれるんじゃないかなと思います。いやー、このアラスカエーターはね間違いなくね、この指名契約権今週だとナンバーワンだと思います。特にね無課金未課金の方、そしてこの間のねアラスカエーターを獲得できなかった方はね、間違いなくね獲得するべき選手だと思いますので、よかったらね獲得検討してみてください。はい、ということですね、指名契約権おすすめ選手ランキングということをやっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。その他でもね結構こっちのブラジルの方だとね、フッキーがいたりとか、結構面白いラインナップですし、個人的には前回の指名契約権よりもまあかなり有能選手が多いのかなっていうイメージなんで、まあ、指名契約権ね余ってる方はぜひね獲得検討してみていただければなと思います。はい、ということでこんな感じでイフットボールの動画上げてますので、ぜひ皆さんよろしければコメント、高評価、そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。